高島城は、品の国諏訪郡高島にあった、日本の城。諏訪の浮城や島崎城、諏訪高島城とも呼ばれる。城郭の形式は連閣式平城である。かつては、諏訪湖に突き出した水城で、諏訪の浮城と呼ばれていたが、江戸時代をはじめに、諏訪湖の干拓が行われ、水木の面影は失われた。しかし、 不条の異名を持っていたことから日本三大古城の一つに数えられている。高島城の本丸、二の丸、三の丸使いひねの死によって総石垣作りで八棟の櫓、六棟の門、三重の天守などが建て並べられ、金星城郭の定裁が整えられたが、軟弱な地盤であったため、木材をいかだ状に組み、その上に石を積むなどの当時の最先端技術が用いられた。 それでも石垣が傷みやすく、たびたび補修工事を加える必要があったという。7年間の短期間で築城したため、かなり無理をしたらしく、地元では過酷な漏液に苦しんだ石材を確保するため、金子状の石材はすべて持ち出したほか、破壊し、石仏も用いられたなどの伝承が残る。中世、諏訪軍の両、諏訪市の滅亡後、諏訪軍には竹だけの不大家老、 板垣信方が、現在の地の市に所在する上原城に配置され、諏訪軍事となった。天文17年には、上田原の戦いにおいて信方が戦死し、天文18年正月には、長坂虎房が諏訪城代となり、高島城へ入城した。高城再記によれば、高島城は足軽大将の山本勘助により改修されたという。高島城の城代は、 虎坊の後に、吉田信夫、市川正房が務め、天正3年5月21日の長篠の戦いで、正房が戦死すると、今福昭和が務める。高島城は、武田氏による、諏訪軍支配の拠点となった。天正10年3月の武田氏の滅亡後、海の国と那の諏訪軍は、小田氏の家臣、川尻秀隆が領師、諏訪軍には、秀隆の家臣。 遊下重造が配置された。同年6月の本能寺の変による天正神後の乱の後、諏訪軍を領した諏訪頼忠は平城の金子城を築き、新しい拠点としたが、1590年に諏訪頼忠が武蔵国ならなしに天保となり、代わって姫の高吉が茶臼山にあった旧高島城に入城する。 高吉は1592年から1598年にかけて現在の地である諏訪湖藩の高島村に新城を築く。その際村人には漁業権や不益免除権などの特権を与える代わりに大和田へ移転させた。高吉は織田信長豊臣秀吉の下で不審を経験していたことから、職法形状閣として築城し、石垣を築いて、 天守も挙げた。同時に、上原城周辺にいた商工業者を移住させ、城下町の建設を開始した。1601年、姫野氏市は、下屋国民部藩に天保となり、普代大,大名の諏訪頼りが2万7千国で入法。再び、諏訪市がこの地の領主となり、明治維新まで続くこととなった。江戸時代は、諏訪藩の成長であり、藩主の居所であった。 1786年に石垣などが補修されている。寛永3年には、徳川家康六雄の松平忠照を預かる。南の丸を増設し、監禁場所とした。以降も南の丸は、幕府から預かった、平吉地下などの留人の監禁場所となる。1871年廃藩地県により、高島県となり、県庁舎として利用された。 1875年に天守閣以下大部分の建造物は破却もしくは移築され、一時は石垣と堀のみとなり、翌1876年高島公園として一般に開放され、1900年に諏訪国神社が建てられる。現在は二の丸、三の丸が宅地となり、1970年には本丸に天守、矢倉、門、塀が復元され、 高島公園として整備された。2017年4月6日、続日本100名城に選定された。天守天守は、独立式暴漏型35階で、明治初頭に撮影された写真にその姿が伺える。初茂を、入も屋の大屋根都市二重の暴漏が乗せられた形状で、二重目の東西面に入茂屋派筆窓、三重目には南北面に加藤窓を持つ、 切り妻ハフデ窓と東西面に外交乱縁が設けられた。各所に下等窓が用いられ、屋根は瓦吹きではなく檜の薄い板を吹く小ラ吹きであった。現在の復興天守は窓の大きさや位置などの細部が異なり、屋根には銅板が吹かれており、内部は資料館となっている。高島公園にの丸三の丸は開発の手が入ったが、 本丸は高島公園として整備され、本丸の石垣及び北側と東側の堀が残る。建造物としては、三の丸にあった縄文が、本丸にどこの門か定かではないが、温泉寺及び城工寺の三門として、それぞれ移築現存する。また、農部隊は温泉寺本堂の一部として移築されている。天保五年、諏訪軍とも書かれていた表記が諏訪藩により、 諏訪軍に統一。角川日本地名大辞典27の県、俗日本100名城発表。ありがとうございます。